食近鉄に行くからよろしくねってことに紹介されて、そこからお友達になりましたよね。今度はどうするんですか、コーチになりはんですか。コーチになりはんやったらまた私変わりますよ。でもしタレント活動する吉岡に来てください。先輩姉さんとしていろいろ教えたいと思います。本当にいっぱいたくさんの思いでありがとうございました。また遊ぼうね。選手と呼べるのは今日は最後ですか。少し残念ですが、長い間ご苦労様でございました。2001年9月の26日の夜、北川さんのあのホームランはこんだけ野球を打っておりますが、これから先も見ることのないホームランだと思います。これからも野球に携わっていかないといけないと思いますが、どうぞ立派な選手を育ててください。お疲れ様でした。どうも大変さんのことです。北川選手ご苦労様でございました。田淵二世と呼ばれプロ野球界に入られて、本当にあなたの笑顔が大好きでございました。ゆっくりしばらく本当に休んで、そしてまた、新たな道に行かれた時、その笑顔で我々の目に耳に届くような大活躍をしていただくことを祈っております。本当に、長い間お疲れ様でした。素敵な素晴らしいホームラン、次は人生のホームラン目指してください。お願いします。第18年青空さんでした。苦しかったと多かった18年間だったと思うんですけれども、まあみんなそういう気持ちでやめてきてるんですけども、今後まだ先がありますし、何らかの形で野球のことを続けていくと思うんですけども、これからの先の方が大事なんで、頑張ってください。お疲れ様でした。びっくりしました。引退の新聞記事を見て、本当にどっちこの間しか接することはなかったんですが、ピンチヒッター北川が代打逆転満塁サヨナラホームラン優勝ちょっと放送してましたけど、その時にピンチヒッター北川って聞いて、こういういいところで使えるような選手になったねで放送で言って、その後でボーンとホームランでした。逆に涙がちょっと出ました。もう本当に忘れて、そしてオリックスで頑張っていたベンチに明るく感謝を野球してるなというのは印象的でした。まあ、引退してあとはコーチに行って若い選手を期待してます。やっぱり優勝した時のあのホームランというのはもう本当に近鉄ファンのみならず、選手ホームランもそうですけど、本当に心に残るホームランを打ってください、本当に歴史に残るようなホームランを打っていただいて、すごくあの時の思い出というのは一応一段落してお疲れさんとお疲れ様でしたと、まだ僕もまだ分かりませんが、1年で必ずプレーできるように、ここまでやっていきたいと思います。近鉄の思い出、一生忘れません。お疲れ様でした。金顔
手から皆様へのご挨拶です。北川くん泣くなよ。このような場を作っていただいたオリックス球団関係者の方、ありがとうございました。近鉄や。そして野球というものに巡り合わせてくれた親父、おふくろ、ありがとうございました。苦しい時も支えてくれた家族のみんな、ありがとう。自分はこのプロの世界で打つことで勝つことで皆さんから多くのありがとうという言葉をいただきました。その言葉を励みに毎日野球に打ち込んでいたと思ってます。今日でユニフォームを脱いでもう選手としてはやることはできませんが、本当に皆さんには感謝しています。皆さんに一言言わせてください。プロ野球18年間この北川宏俊を応援していただき本当にありがとうございました。金子ひろ投手から北川選手に花束が贈られます。